さすがに私にもこれはピンときました。これって多分氷神様、あ、なるほど。そうと分かればいつまでも寒がっててもお寒いだけですわ。ほら氷神様も笑ってるし、私たちも頑張るね。あ、分かった、これで氷神を手に入れて、あの水を凍らせるわけだ。それで中に入るということなんだね。なるほどなるほどなるほど。あ、キラキラアイアムちょうど欲しかったんだよ。出た。わあ、なるほど、そういうことか。じっとしてたら寒いから、前たらとりあえず怪しい場所叩いてみる。なるほど。わあ、出た、これ滑る系か。待て、あ、でも違うんだ。ほら、なんかさ、ポケモン金銀でも、あの氷の抜け道とかさ、あの一直線になんか壁にぶつかるまで先に進む、こういう氷迷路系のパズルってよくあるじゃないですか、 RPG で。あれかと思ったけど、そういうわけじゃないのね。これはこれはそういう系じゃない。とりあえず待て、コインも集めて、お金もたくさん取ります。あー、やった、痛い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 よな、すまんな、ごめんごめんごめん。紙っぺらも一応これで集められるな。怪しいところがあれば叩いてみるね。あ、これ叩いたら止まんじゃね、これ。ハンマー叩いたらピタッと止まれるわ。これはいい、いいやり方を見つけた。ただこれ難しくない？はい、そうなるよね。どうする？あれはどうやって取る？おい、違うよな。なんか怪しい場所を叩く、なんか叩いたらなんか下が埋まるとか、そういう感じかな。とりあえず先進むか。おお、なるほどびっくりしたびっくりしたよ。そういうことか。そうだよな、あんな難しいアクションはさすがに要求されないか。あー、滑ったそのままやばい、敵とのバトルとは違うところですげえ食らってるわ。で、おい、危ない危ない危ない、よし、いよいよ。で、これか？違う、これ上登れる。おお、あ、やっぱそういう謎解きはちゃんとあるよね。で、こうして、あ、でもこれ簡単だわ、ただぐるっと回ればいいだけだから。はい、オッケー。おいでだ。先進んじゃっていいのかな。あんまりゆっくりしてると氷神様に会う前に風邪しそうだよな風邪ひくよな。おお、おお、つららが、なかなかな巨漢がいるじゃねえか。おお、すいません、ずっしんずっしんしや、ほんとですよ、緊張迷惑ですよ。ああ、聞く耳持たないんですけど。うわあ、あ、こっち行けってことか、こっち行けってことか。はい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 、あいつをやらなきゃいけないと。待て。うわあ、こんな。やばい。結構食らってる。待て。おい。危ない。おお、やるな、貴様。待て。とりあえず、お金もちゃんと稼がないと。お金も回収して。こいつ結構強い。うわあ、なるほど。ウェイバトルね。ウェイバトルってことは、なんか、ひがみ様の魔法陣とかないかな。ねえか。あるあ、水神か、あれ。どっちでしょ、これ1回で一発でやりたいから。むずいよこれ。ダメだ、応援しようもうバーボンの応援には頼らねえって言った俺。やっても分かんないよね、こっからどうする。あ、こうしてこうか。あー、なるほどね。いや、もうね、なるほどねってなっちゃうんだよねなるほどねとなってしまってさ。カニさん、ういオッケー。キラキラヤンブース、これないで。よし、これなら多分、あー、でもキラキラ、あー、キラキラでどうだ。
アイアンブーツじゃなくてキラキラ。他にももうキラキラ以上のブーツはないよな。そうだよな。だからキラキラブーツで、あ、でもファイヤーフラワーでもよかったのかな。でもどうだ、36。よし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 、倒した倒したよ。これで次のウェーブもラストウェーブも水神ってわけよ。なんか相性的に別に水神はそんなに効かなさそうだけど、火神の方が効きそうだけどね。まずさ、氷タイプの相手にね、水技は別に等倍か、等倍なわけですよ。えー、強い、めっちゃ気持ちいいわこれ。よっしゃ、おー、いいね、おいしい。1560んーで、あー見えないけど何かしらの、あー、マラドーナね、マラドーナが来たわ。これで、あ、叩けた、おい、うい、うい、つららを落として足場にする。うわ、 FF7 だよこれ。ガイアの絶壁だっけ、なんだっけ、ディスク2のもういいとこだよ、いいとこで。はい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 、来たよ。わあ、氷神様のお顔がドアップですわ。歯がとっても丈夫そう。どんなに叩いても簡単には折れなさそうですわね。なるほど、その歯を折らせろということか。なんかすごいかわいそうだな。ああ、これ?おお。あ、これはめろということか。半分だけマラドーナがあるよ。これって。違うか。魔法陣はこんな半分こになってるはずないですよね。まあそういうことだね。持ってこいということだ。で、マラドーナにして歯をぶったたけということか。すごいなんか。歯医者さん真っ青みたいな、そんな感じの。あ、あるある、あそこに。あるよ、半分だけのマラドーナが。ん?おお。あ、ちょっともったいなかったな。もったいなかったけど。これだけ?ん?ああ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。こうして、こうして。あ、これ全部壊しちゃダメだった。おーい!なるほど、敵も中にいますと。そして、で、なんかもう敵湧きそうだけどな。一応全部壊しておきたいけど。おい、 OK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 。 ここもなんかまあ不必要だけど一応全部割っときたいな。こことか敵いそうだけど、あー、いないいないいない、割って、はいはい、 OKOKOK でだ、紙っぺら、こういうこと、こうして、はいはいはい、でこう、ん?こう、こう、こうか。こうして。あ、そうだ。やっぱあるよね、こういうのね。こういうのあるんですよ、やっぱり。え、違うな。なんだろう。あ、逆に、こうして、こうして。ん?待って。待てよ、待てよ。あ、違う。あ、もしかしてさ、こうじゃね?こうして、おら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 。あ、でも、だからといってなんだって話か。だからなんだ?だからなんだ?みたいな。あ、やっぱ積んでないこれ。積んでないこれ。積んじゃってない?どうしていいか分かんなくなったら近くの小部屋で来て、あー、ここ入って、ガタンってなるわけだ。あ、そう、敵もそうなるの。あ、分かった。だからここの状態で、あ、違う、間違えたわ。ちょっと待って、ガターンなるじゃん、ガターンなるじゃん。この色が変わ、これなんかさ、これなんかものすごいヒントじゃないこれ。くそー。悔しい。悔しい。これ悔しいよねこれ。いや、なんかつかめたのよ、これつかめてたんだよ。くそー、くそー。掴めてたのに。青味がありません。いつまでできたのかしら。すげえ悔しい。
で、こっちを叩くんだ。なるほど、なるほど。鼻を叩くのね。一番痛いよ。痛い感じで。あ、かわいそう、なんか。あ、キラアイスフラワーだ。おー、舌が、ベロが。ベロンと。はいはいはい。おー、なるほどね。ね。セーブ入れとく。で、キラアイスフラワー。もうボスかな？え、でも、まだあるか。まだちょい先があるよな。そうだよな。一回ボス前にね、セーブポイントあるし。おい。あ、で、そっか。あれだね、ちょっとコメントでもね、ちょっと気づかせていただいたんですけど、あれだね、青龍、玄武、白虎、朱雀ってことなんだよね、その今までの神様は。土神が、なんだ？玄武ってこと？で、水神が青龍？で、火神様が朱雀？ってことは、氷神様は白虎ってことか。あー、なるほどね。おーおー、なに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 ？絶対転がしてくるでしょ、絶対転がしてくるでしょ。わかるよ、俺。わー、どうすればいいの？こうか。あー、なるほど、なるほど。あ、でも、ここでもいいのか。ここ、でも、俺は、立ち向かう。よーし、よしよしよし。こうして、こうして。オッケー。で、おりゃー。で、さっきなんか、隠しブロックチリリンもあったからな。ちょっと、こいつ倒したら、隠しブロックも探そう。そういうことか、こいつやるなぁ。アイアンブーツだったらできたのかな。ヒップドロップ。アイアンブーツだったら全てを無視できたのかもしんない。試してみようかな。まあでもちょっともったいないな。ハンマーでいいや。ファイヤーハンマーとか来そうだよな。ファイヤーハンマー、ファイヤーハンマーだったらいっぱいいっぱい。アイスハンマーとか言って。ファイヤーハンマー、ファイヤーハンマー、これだ。絶対効くよ、これ。効果は抜群だ。ほら、ほら、52だよ。めっちゃ食らうもの。水神様だが、神の力を超えている。で、あ、そんなことしてたら来るよ、そんなことしてたら来るよ。ハリボテメット、ハリボテメット。あぶな、あー、よかった、ここで止まるのか。よかったよかった。チリニーンってね、なんか あったんだけどな。ほらほら、ここら辺か、ここら辺か。上に登るにはって感じだけど、まあまあしゃあない。隠しブロックレーこれだ。どこらへんだ。うん、見えないな。ええ、上か、上ってこと。いや、でもここら辺になってるんだから、なんだろう、これ鳴ってるよな。なんか上か、ここぐるぐる回ったって仕方ないもんな。ちょっと1回目をで、おい、あ、あー、違う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 、分かった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 、これだこれだこれだ、絶対これだ。待てよ、おい、これでしょ。あれ、違う、違うのか。あ、違うのか。あ、でもこれジャンプってことでしょ、これ。おい、あー、そういうことそういうこと。で、ここでチリリになってるから、とりあえず、埋めて、で、ここら辺に何かしらがあるということだろう。まあいいや、これもまた隠しブロックレーダーで。あ、これか、ひび割れてる。なるほど、あー、なるほど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 。これでも火が弱点だから、ファイヤーフラワーとか思いっきり使っちゃっていいんだよ。よしよしよし、ファイヤーハンマー大活躍だよこれ。で、まだなお、隠しブロック、クレーダーがまだ反応しない。どういうこっちゃこりゃ。チリリになってるしな。上なのか、こんな上から落ちるとか、ピューっと。あー、でも関係違うよね。わからん、なんだろう。
あ、これか。なるほど。あー、そういうことか。レーダーには反応しないんだ、上の方だったから。あー、なるほどね。よし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 。でだ、そろそろなんかゴールっぽいよね。来た。あ、でまだなんだね。あんまりゆっくりしてるとこれ、あ、オッケーオッケーオッケー、分かった分かった。またこれか。待って、とりあえずこっちこっち、とりあえずこっち。あー、紙ペラと、はいはい、お金、いいよいいよ。とりあえずまあ穴を埋めてく。なんか全部壊せばいいってわけじゃないっていうのがね、ちょっと気になりますけれどもね。おい、まあでもとりあえず進むしかないよねこれね。進んでって、あー、こうか、はい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 。あ、だいたい分かってきたぞ。こうすんじゃん。で、こうして、で、こいつ邪魔だな、こいつ邪魔だな。はい。あ、あ、あ、やっちゃったよー。あー、でもいいんだ、こうして、で、こうすればいいんだよ。イエーイ、きたー。おーい、飛んで、まだある。でもこうしかないよね。こうしかないよな。おーおお、あ、こうか。なるほど。あ、違う。いや、むず。違う。待てよ。こう。あー、一緒。うーん、むずい。はい。なるほど。わかった。わかった。こうして、で、こうだ。あ、違う気がする。あ、でもこれ上いける。これで上いけるんだ。なるほど、なるほど。よしよしよし。で、オッケーオッケーよ。1000コイン集めて、まあ、お金も取っときます。ゴールがわかんない。ゴールとか、あ、ゴールあの左のとこか。ゴールあの左のとこだろ。だから、こうして、こうして、あー、違う。違うな。ちょっと待ってよ。あー、でもな、あー、なんか分かってきたな。あー、ちょっと待てよ。分かりそうだったのに。なんか分かりそうだったな。あ、あ、これで、こうか。あー、オッケー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 。途中で行く戦法みたいな。あれ？あ、戻った。あれ、ダメなのこれ。あー、でも来たよ来たよ。お宝お宝、やった。途中で殴る戦法でいけるのかと思ったけど、氷神様の頭部像、すごいなんか、信仰心高そうなお宝ゲットした。おい。で、あ、なるほど、入り口に戻ってきたと。なるほどな。え、こんな入り口は、待て、こっちにもこっちにもある、下にもある、下にもある。あ、そうか、これ氷神様で凍らしていくみたいな。あー、なるほどね。こっちもか。うわー、待てよ待てよ、ちょっと待ってくれよ。むずいぜこれ。ゴールは何なんだ。あ、こうして、え、違うな。ゴールが、あ、これでいいのか。ゴール、あ、ゴール、これよかったよかった。すごい単純だった。意外とアクション性がね、アクション性がありましたね。で、紙っぺらやって、はい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 、
あ、マリオさんセーブしなくていい。ああ、わかった。じゃあもうボスね。もうボス戦ということね。オッケー、来た。スカスカのも、じゃあもうそろそろ終盤か。よし。ということで、じゃあちょっとね、2時間半ぐらい撮りましたので、ちょっと一回ここら辺で、ちょっと収録休憩したいのも、あ、ごめんごめん、マリオ、すっげえ寒い、すっげえ寒い。すっげえ寒いよ。ちょっと一回ここら辺で、収録一回終わりたいと思います。で、休憩挟みまして、また、これね、この続き始めていきたいなと思います。お疲れ様でした。ごめんごめん、マリオ。すぐやめるから、すぐ終わるからね、これ。さあ、で、折り紙キングやっていきましょう。あ、寒そう。ごめんごめん、マリオ。収録再開していきましょう。氷神山ですね。ここ、氷神山って言うんですね。氷神神殿かと思ってたわ。あ、これを、じゃあ、こういうこと？スイート、イェーイ。おー！あ、ボスか。早速ボス。おお口の中でガシャーンと。なるほど。3カメ2カメ3カメと。ソニーフィギュアスケーターみたいな。ノリノリだったぞ、マリオ今。ああ、踊ると山越えの大ジャンプでしたわ。さて、山の反対側まで飛んじゃったみたいですけど、ここはどこ？あ、まだまだ全然あるということ？ちょっと待って。これで、はい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 。滑るな。これは関係ない。これ止まるにはね、ピタッて止まるにはこう、ハンマーを殴ればいいんだ。ハンマー殴ればピタッと止めてくれるから。キラファイヤーフラワーで。あ、キラ尻尾。え、なんか、戦闘用アイテム。あ、やっぱそうか、いよいよ氷神様。こんなにアイテムが出てくるってことは、なんかやっぱりあれか？アイテムをたくさん使いましょうよみたいな、そんな感じなのかもしれないな。よし、行くぞ。おい、おい、おい、おい。おぉ、来たぞー。白虎でしょ、白虎。青龍、朱雀、白虎、玄武か。俺はこれね、幽遊白書で覚えたと思ったでしょ。コロコロコミックのベイブレードなんだよね。いけー、ドラグーンつってさ、バシューつって、ベイブレードから竜巻が出てきて、人が巻き込まれて死ぬっていう。コロコロにありがちのおもちゃで人が怪我をするという。やっぱり氷神様折り紙されちゃう。これ、白虎ってことか。あ、でもクマだよね、これね。かっこいい、なんか、爪があるウルバリンみたい。氷を使うならすごく強いかもです、マレさん。オッケー？行くぞ。さあ、神様専用。じゃあ、伝説のハンマーとかね、こう、使いたいところだよね。機械があれ、ハンマーをでんだ、ぶん殴る機械があれば、やりたいところだけど。さあ、行くぞ。さすが氷を使わせる神様、氷だから登場なんてとってもクールですわね。でも、氷から出ちゃえば私と同じ折り紙です。なんとかなりそう。頼もしいな。頼もしいな。あ、やっぱり氷を司るだけあってガードが硬いです。かっこいいな。ガードの感じかっこいいな。だからこれ、ファイヤーハンマーとかファイヤーフラワーとかで氷を溶かすか。あ、ひがみか。ひがみで溶かせということか。それわかるよ。ひがみで溶かすんだ。氷からで、私の熱い、そう、やっぱひがみだよな。これはもう効かなくてもわかるから。じゃあ一回ちょっとアビ UTL で。あ、やべ、ミスった。やばいかも。あー、ダメだった。まあいい、たまにはな。たまにはな。ひがみ、まずオンスイッチだ。あ、オンスイッチがない。オンスイッチがないということは、多分この宝箱の中にオンスイッチがあって、で、あー、どうしようかな。アクションにする？アクションで終わってみるか？多分この宝箱の中にオンスイッチが、ほら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 、あるんだよな。ただこれ、ハートって言ったってなぁ。ファイヤーフラワーやってみる？多分溶けるんじゃないのこれ。ファイヤーほら、燃えちゃえ燃えちゃえ燃やして、行くぞ。はいはいはい。あ、ダメダメか。重い、すごい燃えそうだけど。おぉ、アイスローリング。はいはい、うっ、強っ。めっちゃ強いじゃん。これだから、これこそ、まさに応援で、バーボンのミキシー作ってもらって、編集楽にしてもらうじゃん。これさ、編集楽にしてもらうけど、みんなわかるかな結構見ててわかるかな、みんな。なんか確かに、ちょっと楽になりすぎちゃうんだよね。楽になりすぎちゃうから、あ、でもオンスイッチは押さなきゃいけないでしょ。オンスイッチは押さなきゃいけないから、こうしてで、ひがみを。で、あんまり近すぎるとちょっと怖いから、
こんなもんで。近すぎちゃってどうしようみたいな。近すぎると絶対なんかね、またなんか穴開けられたりすんのよパンチで穴が開けられたりするの。さあ睨みつけるさん、いくぞ。溶かしてくれ、熱いハートで溶かしてくれ。この時にじゃあ神の手、神の手かな。いやでも多分この時にいろいろ攻撃しろってことだと思うから、伝説のハンマーの使いどころじゃないのかな。これでどうです、私の範囲で氷亀様のハートを、じゃなかった氷を溶かしちゃいましたわ。これで耐えろと。一かき、おーい、オッケーオッケーオッケー、ナイスカード、ナイスカード。じゃあちょっとバーボンに頼ることなく、多分これで後ろからか、これがなければ意外とガードは、あ、神の手でいいのか。神の手いっちゃいます。行くっつったって、あーなるほどね、行くって言ったって。これで温水、じゃあ一回でも分かるか、みんな分かるかこれでこれでもこれでも神の手いけるもんね。温水値として神の手でも、まあせっかくだからちょっとこんな感じで、あ、ダメだ、これだと、これでいいんだ、これでいいんだ、これだとアクションになっちゃうから、これでいいんじゃない。これで手紙戻って温水値も押して神の手もいく。よし、手紙、氷を溶かしたら再び氷に閉じこもる前にすかさず神の手ラッシュ。なるほど、あ、じゃあハンマーの出番なしかな。せっかく伝説のハンマー使いたいんですけれどもね。温水値押し、よし、てめえは俺を怒らせたぞ神の手。マラドーナ来ての、いくぞ、おらおらおら、あ、結構食らう、結構食らう、結構食らう、いいね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 、めっちゃ食らうぞこれ。あ、しかもここでピヨってる、あ、ピヨってる、その間にってことは氷神はめまいを起こしている。あ、なるほどなるほど、で閉じこもるわけだ、多分閉じこもるだろうこれ。課金、あ、え、もうじゃあいいの、また、あ、また神の手、ただこれ多分そうだよな、こう入れて、オンスイッチを宝箱で取ってからの、からの、待てよ、こうしてハンマー行こうか、ハンマー行こうぜ。これで宝箱行ってぐるっと行って、ちょうど背後を取ってるよ、これで宝箱と取るじゃん。あ、あれあれ、温水池ない、マジか、マジで。まあでもこれで伝説ハンマー行こうよ、せっかくだからね。今こそ使うべきだと思うんだ、伝説のハンマー、レジェンダリーハンマー、行くぞ。どんだけ食らうのかまあこのね、氷神様の防御力にもよるけど、はい、グレイだ、全然だ、ダメだ、もったいねえこれは。アイスイカキ、やべ、うわー強い、めっちゃ強い。あ、何、氷亀様の攻撃で地面まで冷え冷えになっちゃった。わ、これ通れねえんじゃねえ、通れなさそうだよな。おお、え、さらに氷の塊まで落ちてきた。もう氷亀様言ったら氷尽くしで氷を司りすぎです。そうそうね、だから氷神だからな。じゃあちょっとこれはね、俺も単純にどういうミス字になるかっていうのをちょっと見させてもらって、出たよ。多分これ温水池、あ、温水池あるのか、温水池あるから、ぐるっと回して、むずいな。待てよ。やっぱ止まるのか。あそこで止まっちゃうのか。あー、なるほどね。そういうのが分かるって意味でもこれは必要なことだよね。あの白いところで止まっちゃうから、うわ、むずい、どうすればいい、どうすればいい、どうすればいいんだ。こうしてオンスイッチ起動して、あ、で、あー、そっか、あー、待って、あマジかそういうこと、そういうこと、あ、なるほど、これで、あ、ダメなんだ、ダメなんだ、こうし、あ、わかったぞ、わかったぞ、待って、ちょっと延長させて、スライドしたら氷が壊れる、これ気づいたのでかいぞ、これ気づいたのでけえ、スライドして氷を消して、で、
と、オンスイッチを押すじゃん。オンスイッチを押して、あ、待て。難しい。どうすればいい?これでオンスイッチを押してから、来た。お、これでいけるんじゃない。よく見つけたよ俺。すごくない、これ。パリーンってやって、スライドで消して、オンスイッチも押して、手紙も読めて、手紙だ。これ以上ねえぞ、絶対偶然これ。ものすごい。なあ、気づいたわ。氷の塊はスライド操作で壊される。キャンセルすると元に戻ってしまうと。わあ、見つけた。来た、やった。これで盛り上がってきた日神様でハート溶かす。まあ、BGM ちょうどよく盛り上がってるところよ。これなんかヒント読まないで気づいたら嬉しいね。そうするとかなり嬉しいわ。で、溶かします。溶かして。で、神の手ラッシュを。神の手ラッシュを決めるべき。またオンスイッチだよな。またガード入れて、ローリング。はいはい、オーケーオーケーオーケー。近い。で、戻り方かわいい。戻り方すごいかわいい。で、オンスイッチを押しながら神の手だから、あ、またこれか。スライドだよな。こう入れて、そう、これすれば、オンスイッチも押しながらの、神の手、これだよ。これしかねえ。オンスイッチ押して神の手、ただもったいないな。なんかもったいなくない?これでほら。あれ?あ、ミスター。やっちゃった。やべ、遠いなー。なんかこう、ファイヤーフラワーでもどう?溶けねえかな。これで溶けないかな、いい感じ。燃やしちゃえ。ほら、あ、意外と、ほら、意外と強い。意外と強い。くそー、悔しい。アイスブル、何。おー、強っ。かっこいい、しかもなんか。あー、これでまたか。ダメだ、ちょっと道筋を作らせてくんないとわかんねえわ。ちょっと待てよ。まずは、ひがみを溶かしつつの、これ探すのすごい大変だべ。こうか。あ、これでオンスイッチも押しつつの、ほら、これでいけちゃうわけよ。これでいけちゃうけど、そう。宝箱も、もう大丈夫だね。そう、こういうことがあるからさ。こういうことがあるからよ。ちゃんとよく見てからの方がいいんだな。で、そう。まあ、2倍があるのはいいか。でも、あんま2倍とか関係ないよね。もう、神の手だよ。攻撃は大体神の手って感じだもんね。よーし、もうちょっとミスんないよ。俺はもう次ミスんね。ただちょっとバーボンに頼りまくってるからな。ちょっとお金も大切にしたいし。じゃあちょっと次はバーボンに頼らずとも俺はカメラと決めるよ。オンスイッチも押してな。さあ次。まあちょっと痛いんだよな、これ攻撃がな。ローリング。やばい。あー、普通に来れちゃった。やばい、戻り方かわいいから許した。さあ、カメラの手よ。ハートも通れればいいよな。あー、またそれ、まあ、ハートくらいならいい。オンスイッチも押しながらだから、こうかな?こうして、こうすればオンスイッチ押すよな。オンスイッチ押しての神の手だから、まあ、こうか。これ以外ないね。まあ、でもハートも通れるから、これで大丈夫だな。上に行って、右に曲がって、オンスイッチ押して、神の手。よし、これでいける。回復。いいよ。回復してオンスイッチを押して、よし、仮面取らしていくぞ。おめえは俺を怒らせた。いくぞ。おら、ナイス、グレートエクセレント。よしよしよし。あ、そうか、これピヨるから、
敵の攻撃もこれでなくなるっていうのがいいな。氷が目を起こしている。次なんだよな、アイスメイズ。うおー、なに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 。えぇ、ー、あ、多すぎるよこれちょっと。あ、でもなんかシャッフ、うわうわうわ、あ、でもなんか、自ら壊してくれてる、自ら壊してくれてる。あ、でも白いところは通れないもんな、白いところは通れないから。うわ、これはこれはえげつないぞ。え、なに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 、ひえー、地面があちこち凍ってひえひえだらけ、ひえーだけに。ひえーってリアクションが昭和よ。しかも氷亀様かなりお怒りですわ、長引かせたら危ないかも。なるほど、うわー、これはもう神の手ってことだよな。氷のメイラーよく見ると地面が回転してるだけみたい。最初の形を覚えておけばパネルの回転だけで安全なルートが再現できるかも。ほう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 。とりあえずバーボン呼んで、これも神の手フィニッシュを最後に決めろということだと思うんだよ。そしたらわかる、回転だけでってことは、回転だけどこう入れて、いや待てよ、まずオンスイッチだな。いや違うよね。いや、なんだ、まあ、これはいいと思うんだよな。神の手が、うん、むずいぞ。どうする、どうする、パリになっても仕方ないとはいえ、うん、難しいな、これもまた。これで、あ、惜しいな。でもやっぱり、あ、でもこれ以外ないような気がするんだけどな。回転だけで安全な道を、とりあえずオンスイッチを押すしかないけど、もっとなんか最適解があったんだろうな。いや、なんだったんだろう。やばい、これ耐えられるか。176も食らわないと。アイスエイジ、うわ、もう青木じゃ、青木じゃ、うわすごい。まあでも、まあまあでも、はい、アイス、なるほどなるほどなるほど。これ回転だけでっていうのはね、またとりあえず音声調してるから。あ、はいはいはい、あ、そういうことか。この地面のこれを覚えておけってことか。今のこれが正解なんだ。なるほどな。安全なルートあるみたいですけど覚えてられないです。あ、なるほど、シャッフルしてるからこのとなるほどね、正解を出してくれてるということか。なるほどなるほど。いや、ちょっと待って、覚えてねえわあんまり覚えてないんだけど。まあでもあれ正解ってわけでもないな。もうオンスイッチは押してるんだから、オンスイッチは押してんだからさ、こう押してさ、これでさ、あ、待って、いやー、待って、てかもうこれでよくねこれでよくねこれで決着ついちゃうよね。いっか、これでそのために俺はさっきオンスイッチ押したもんね。ね、よしよしよしこれで決まるのか。あ、でも近くなかったらダメとか。いや、でも遠くまで届くよね。いくぞいくぞ、もう二度とアイスエイジは受けないぞ。いけ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 、あ、硬い、マジか。いや、ただいける。いや、硬いな。まさかのガード、まさかのガードか。やるな、アイスブルース。ただアイスエイジはないぞ、アイスエイジはないぞ。ガード、よしよしよし、ナイスガード、ナイスガード。次で決まる、次で決まる、次の神の手か。アイスメイズ、またこれだな、またこれだな。覚えよう覚えよう覚えよう。ふんふんふん、あー、なるほどね。そっか、一番最、いや、これはちょっと覚えてられなくない。覚えてられなくて、いや、でもいける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 。え、なんかわかる、なんかわかる。初手はもう一番手前の一番大きな、いやー、そうきます、そうきます。だから最後こうして、でぐるっと入れて、ちょっと待って、あ、バーボンないのか、バーボンヒーじゃないのか。待てよ、ちょっと応援さ、これちょっとわかるからこそ皆さんに、編集皆さんにも分かりやすく、かつ俺にも分かりやすく、ちょっとバーボン応援を入れて、これね、
一番大きい会社はこのままでいいはずなんだよ。で、こうじゃん。で、で、あ、待って、でもこうやって、最終的にこれだよな。で、これをなんとか回転させれば、あ、来たー！なるほど、やっぱ最初に正解を提示してくれて、相手の真ん前を通り過ぎて最後一番ね、大外の外周がゴールになるっていう、この、これわかんないね。これがゴールだ。宝箱。お、100個も取れるんじゃない？おー、いいね、いいね、いいね。あ、100個もすごい取れて、いいルートだ、これ。最高のルートだ。ほんと正解がこれってことだったんだ。よし、これでカメラとフィニッシュだ。正解を提示してくれるとはなんとも優しいね。おら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 、イエーイ、来たぜ。なんかシンプルに倒したわ。普通に倒しちゃった。3500コイン。